はいどうも、翔平 TV です。翔平です。はい、お願いします。はい、本日はですね、良平が持ち込み企画ということで、初めてのね、はい、ちゃんとした企画ということで、はい、撮影ということで、今日何をしてくれるんですか。はい、先日、撮影で訪れたカムイスポーツさんの、はい、オリジナルブランドのグローブをいくつか持っているので、マジですか。はい、ご紹介していけたらなと思っております。はい、お願いします。はい、そのカムイグローブがこちら。はい、ということで、はい、はい、こちらのグローブを紹介してくれるということで、はい、まあ一個一個紹介してもらおうかな。はい、まずこのサイドタンの、グローブになります。はい、こちら、高校入学の時に入学祝いで祖母から買ってもらったグローブになります。へえ、すごい。カムイの何でしょう。 K です。これ K か、俺 R かと思った。カムイの K か。はい、カムイオリジナルブランドですね。お給料はこんな感じと。これはどこ守ってましたか。これポジションが決まってなかったので、公式用が欲しいっていう時にカムイのグローブが比較的安かったので。なるほど。はい、で買いました。いくらぐらいですか。これは3万ちょっとだった気がします。3万ちょっと。なるほど。公式用で3万ちょっとはそんな高くないと思うんです。そうですね、安いじゃない。1万ちょっとぐらい安いじゃないですか。はい、で、うん、このグローブがカムイオーダーにカムイブランドをやり始めた時の一番初期のグローブなので、あ、それも含めて多分売り出しっていうことで安くなってたのかなと。なるほどね。はい、本当の初期の初期のグローブです。初期の初期の初期の。そうです。そうなんだ。何年前。10年ぐらい前。そん10年いってないぐらいですけど、ね、大体8年ぐらい前かな。型はどんな感じですか。型はもうつかみ、思いっきり深めのポケットで、はい、ただ辻閉じになっているので、ポケット自体、面自体は広いよっていうグローブになります。なるほどね。で、ちょっともうだいぶ下手っちゃったので、自分でグリス入れて形を最後整えてというようなグローブです。なるほど。じゃあ次行きましょうか。こちらの外野手用のグローブになります。はい、こちらのグローブなんですけれども、高校2年生の時にキャッチャーから外野になるかということで、言われた次の日にオーダーしたいということで、軟式用なんですけれども。軟式用これ。はい、へえ。まあ、外野なんで、僕そこまでまだグローブその時詳しくなかったので、あまり取らないだろうと思って軟式用でいけるかなと思ったら、まあ結構弾くと。うん、ただかなりポケットは本当に広くて、すごく使いやすい型にはなっています。ただし、オーダーした2日後にまたキャッチャーに戻るってことが決まったので、僕自身は試合で使ってないです。はい、わかりました。それでは、次お願いします。こちらのグローブです。あー、いいっすね。これ軟式ですか。これ軟式です。軟式を、はい、いつオーダーしたんですか。これは大学1年生になった時に自分でバイトして買いました。オーダーって納期どれぐらいなの。2ヶ月ぐらいで。あ、2ヶ月ぐらい。はい、確か届いたような。なるほど。はい、特徴は。特徴はめちゃくちゃポケットが広いです。確かにやばい、やばい。けどほら、超広くないですか。当て取り系。そうです。浅いですね。あ、確かに浅い。こっちもいけるグローブなので、はい、かなり浅いグローブ。こちらも、はい、辻閉じとなっております。はい、内側に刺繍が野球道です。なかなか内側に刺繍を入れる人はいないのかなっていうことで、うん、他と違うのを作りたいっていうことで内側に。ここに刺繍入れれば、ここにサボサボになりますよ。いいじゃないですか。それではラストお願いします。こちらです。なんか見たことあるな。はい、なんか見たことあるな。ボナンさんの動画と翔平さんとの動画で何回か出てきてる。おお、カムイのキャッチャーミット。はい、になります。いいじゃないですか。一番取りやすいんだよね。そうです、うん、僕はこれが一番好きです。こちらの特徴はレースがクロス閉じとなっております。こちらをすることで少し相手からピッチャーから見て分厚く見えやす、見えるので投げやすいのかなと。なるほどね。これね、これでしょ。はい、あ、そうです。相手から、ピッチャーから見た時も少し分厚く見えるので見やすいグローブになっております。ピッチャー目線で投げたことある。これのグローブに向かって。あ、あります、あります。投げやすかった。そうですね、いくらかはやっぱり分厚く見えるのかな。本当ですか。はい、いや、本当に多少ではあるんですけどで、なおかつこれの閉じ方を高校生のミットなんかでやったら、黒いミットにタンの紐をつけたりとかすると余計目立つので、ぜひ高校生のキャッチャーの方なんかはおすすめの閉じ方となっております。なるほど。はい、でもこれ結構大変じゃない。紐大変です。スポーツ屋さんマジでお願いしますって感じ。はい、
モンタナさんに無理ってやってもらいました。モンタナさんでやったんだ。はい、じゃあモンタナさんに行けばやってくれるってことで、ちょっとこれモンタナスポーツに行ってみてどうですか。はい、うん、いいと思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、というわけで今回はですね、良平がねグローブを持ってきました。こういうね素晴らしいカムイさんの、オリジナルブランドのメーカーの、グローブを持ってきました。はい、これ今もカムイでやってますよね。はい、オーダーグローブオーダーやってますよね。ぜひともカムイさんに行ってカムイオリジナルブランド、はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。走れ大井チャンネルから皆さんにお話があります。走れ大井チャンネル with ゴリスポグラブメーカー誕生。協力はエールストーリーでおなじみアイスタジオさん。プリントするグローブはこれプラスこちら。見ましたね。はい、これはい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ何種類です。基本的にチャンネル登録と、僕らのインスタフォローは必須ということで、長平TVの、チャンネル登録者が8000に突破したプラスモンタナさんの、インスタを貼っておきますので、フォロワー数が3000に突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画以上となります。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。抜き抜いた切れ玉